はい、ということで ST ゲームスタジオいやだ、やっと始まったぜ。どうも、フォルランです。どうも、バルタリです。本物やねんかっていうところで、せーやすでーす。なんて、はい、ということで、はい、今日は初めてゲームチャンネルでウィーレをしたいと思います。やっと来ました。俺はやっとなんですよ。いやいやいや、そんな好きでした。普通かはい、ということで、はい、今日は、ウィーレをこの2人でやっていきたいと思います。ということなんですけども、このチームとは関係なくですね、今日はワールドカップの抽選会が行われましたね。行われました。ついにですよ、日本代表の相手を。どうぞ。初戦、コロンビアでございます。そうでございます。はい、ということで今日はですね、この2人で、前哨戦をしようということで、やってみようっていう。はい、僕ら、下手くそなんですけども、僕は恭平より強いのでまあ言えないよね、もうね。まあ、大丈夫、言えません。それで合ってます。はいということで、僕は日本を使って、恭平が何を使うんですか。コロンビア使います。コロンビア使っていきます。ということでやっていきまーす。はーい、早いですね。一瞬で決まりましたね。ここに一本使っていきます。まあ負けないと思うんだけど、ね、まあね、コロンビアだって FIFA ランク13位よ、日本55位よ。そうです、ね、まあ負けないでしょ。まあこれで負けたら君やばいですよ。まあでも、あ、ちょっとね、メンバーはこれちょっとこの初期面というか、あのメンバーのあれは言わないでくださいしょうがない、これは。そう、しょうがない。まあ、適当に勝ちますよいややっぱ日本代表勝ってほしいからね。ファルカオ、好きな選手使っていきます。じゃあ、ということで、はい、このメンバーで、そしてちょっと時間の都合上5分の試合でやっていきます。はい、いきましょう。絶対に負けられない戦いがあるんです。どうも、ジョン・カビラです。いるからね、ジョン・カビラここの実況にも。いや、そう、あれは兄です弟です、どうも。あー、カビラ J とジョン・カビラってこと。あ、そっか、ガチの弟カビラ J がいるんだ。むむ、皆さんご機嫌いかがでしょうか。皆さんご機嫌いかがでしょうか。あ、こっちが兄でこっちが弟です。さあ、ここら辺はスキップしていきたいと思います。今日ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。さあ、5分の試合、ここから始まります。前半、さあ、まずは回していきたいところ、まあファーストシュートというのをね、やっぱりどっちが最初に取っていくかっていうのはね、重要だと思いますね。さあ、守れ。さあ、前半は山口、ここはカットします。浦田、長友、さあ中央に持っていく、サイドが空いた、中に、いや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 、ゴー、入ったかと思った今。いや、まあこれが日本のクオリティですよあそこで入れないっていうのがね。ですが、ファーストシュート、日本がですね、取りましたね。日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。さあ、日本としてはやはりこの、ファルカオ、そしてハメス・ロドリゲス、ここら辺を抑えていきたいところ。ハメス・ロドリゲス打たせたくないんですよね。ここ行きたいですね。うわ、無理、危ない、惜しい。今持ち替えてたらな、右足に入ってたかもしれない。ちょっと危ないですね。いや、いいシュートだった。さあ、恭平さんはどのように攻めたいですか。やっぱりサイドが甘いと思うんですよね、日本は、うん、俺は。なるほど。なんで私はサイドから攻撃を狙っていきたいと。なるほど、そういうふうに感じます。まあ多分サイドが弱いのは日本はあるんですが、多分僕がサイドに弱いということですねそれを知っているんですね、彼は。そこ、そこはですよ。何度かの対戦があるんでね。何度かやってるんだね、一緒に。このパスは、まあここら辺はなだめるファルカオ。やはりシュート打たせないというのが一つですね。シュートモーションに入られないとこ、ここ強いですね。あー、素晴らしい。酒井宏樹、さすがマルセイユで鍛えた方がいいから。素晴らしいですね。強引にドリブルで行きましたね。裏のスペースを狙う、いいボールだ。さあ、ここは
いいいい、あ、無理か。今日は遠いよ、下ろさない。トリッキーすぎたな。カルロス・バッカ、ビジャレアルの、あ、くそ。さあ、左へ向けて。さあ、もう35分です。早くない？早い、5分って早くない？おっと、これは危ないですが、あとこれサイドやばいですね。これは繋がりません。おっと、そっちか。うわ、惜しい。通ってればっていうところだった。さあ、残り時間早くも3分。5分って早いよ。前半が終わろうとしていますが、あ、ここやばい、やばい、やばい。さあ、ここでコーナーキックのチャンス。いい守備、いい守備。ファーストハーフ最初のコーナーキックになります、日本。さあ、もう決めたいところ。いや、惜しい、決まらない。さあ、まだチャンスある。あっと、ここで前半終了。まだスコアレスです。さあ、前半スコアレスですけども、どうですか、京平さん。日本としては短い、短い。全然何もなかったけど、まあスピードに後半もね、やっていきましょう。ここまでの内容としては良かったと思います。さあ、後半、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ、後半が始まりました。後半見ていきましょう。日本としては外交してましたからね。おーい、抜け抜け、こちら、サイド、これ空いてますね。ピッサイド、ナナミさん。さあ、久保、そうですね、繋がりません。やっぱり日本としてはサイド使って攻めていきたいですね。長いボール縦へ。さあ、こちら右サイドを上がっていきます。サイドをえぐられる、繋がります、シュート、うわ、くしー、惜しい。まあ、こちらは全然ですね、なんとも思ってないです。どんどん狙っていく姿勢が大事ですね。まあ、どんどんね、打っていく姿勢が大事なんですね、やっぱりね。さあ、この日本代表としてはやはり香川、そして、この中心となるですね、サイドを使う。やっぱりサイドの原口、こっちにやっぱり重点を置いて、いや、攻めたいところなんですが、ここは前向かれる。ハメス・ロドリゲス、やばい、うまい。ここはコーナーキックですが、コーナーキック。さあ、初のコーナーキックなんですが、こちら、うえ、クリアしたいところ、詰めろ。うわ、いやー、今のシュートいらないんじゃないかなー。松木さん、松木さん、いらねえなー。クワドラ、ちょ、それはまずくないか。このボールはカットされます。縦にボールを送る、バッカ、うわ、ミス、やばい。さあ、ここに渡ります。いい展開ですね。クロスを入れる、えっ、うわぁ、今のえ、おしゃれだって、今なんかおしゃれだって、アウトでやったんかい。中が硬くなった中で引きつけといてクロス上げる、横のボールに対してディフェンス。今、浅野がね、なるほど、浅野が良かったね。セルジオさん、いや、本田がね、今いないから、浅野が、いいよ、正しい、あ、いい展開ですね。これ中危ないですよ。えぇー、そこそのまま1球でいく。全然ノーマークやった、今。クロス上げると思いきや、その切りいく。クロス上げると思いきや決めていく。素晴らしいシュートが決まりました。やばい、日本代表。え、あと5分しかない。やばい。でもなんかリアルにありえそうやな、こういう試合。ありえそうじゃね。ありそう、いつか。おい、時間かける気か、お前。時間かける、おい、クソ野郎や。こんなこと絶対しないぞ、コロンビアは。時間稼ぎ大事ですからね、後半のこの時間帯。つるすぎだろ。うわ、おい、悔しい、最悪。はい、ということで、日本代表は初戦1対0で敗れるという予想が出ました。なんかでもリアルありそうやな、これはね、ガチであると思う。なんか負ける、初戦でコロンビアが硬くなってるところを日本攻めれますよみたいな、前振りでめっちゃ勝てそうなイメージで、結局なんか1対0とかで落ち着くんだよね、ここに。結局落ち着いちゃう、やられそうな感じ出ますね。でも本当これ当たったらすごくないですか。
すごい、まあ、ありえそう、うん、勝ってほしいけど日本にはね、もちろんね。ハメス・ロドリゲスのゴールですか、さっきのは。いや、カルロス・バッカですね。カルロス・バッカのゴールで決めたという1対0での試合でした。はい、それでは面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。します。次回は2戦目、日本対セネガルでお会いします。もうするんかい。ありがとうございました。ありがとうございました。